ども皆さん、こんにちは。明日台風が上陸するんですけども、明日はスパゼル公認ウェルプレートリーグ第2シーズンが開幕します。実況を務めるので、明日はカツラを吹っ飛ばされたように会場に向かいたいなと思います。クラカラチャンネルのーケースケーです。パン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 。はい、ということでね、明日のウェルプレートリーグね、アプリ内通知も行くと思うんですけども、皆さんぜひぜひご覧ください。で、今日はね、何をお送りするかと言いますと、ちょっとね、深刻な話でございまして、初めて、言うんですけど、私、ケイスケ、7月に、クラクラの総課金額、112万いったっていう動画出したじゃないですか。もう100万円超えたんですよ、課金額が。で、その動画でね、ちょっとね、親戚一同に、あ、やべえんじゃねって、大丈夫っていう感じになってまして、実は今。7月あたりからですね、ちょっと本当にね、ガチで、心配されてまして、ただね、まあね、そっかね、さらに課金しまして、現在です。126万7020円ということで、課金額120万超えました。はい。もう、ほんとやべえなって、自分でもね、ちょっと思ってまして、ソシャゲ依存症ですよね、間違いなく。なのでね、ちょっとね、病院行った方がいいんじゃねってね、もう言われてます。でね、ちょっとね、治療法とかね、いろいろ調べたんですけど、あのね、なんか、結構聞いた成功例としては、もうソシャゲ以外に、もう興味のあるもの、好きなものを見つけて、そっちに熱中しちゃえば、ソシャゲ立てるみたいな。ね、こう犬を飼い始めたら、もうペットに夢中になっちゃって、ソシャゲやめれたっていう成功例もあるし、あとスポーツ始めたら、こうなんかね、もう全然やめれたっていう話聞くんだけど、ただまあ自分 YouTube の実況やってるからには、もう、やめれないじゃないですか。クラクラやめれないんで、他のまあ熱中すること見つけたとしても、まあやめれないですよね。別で、ね、ちょっとね、知り合いの投資家がいまして、その方にね、アドバイスいただいたのが、多分、毎月ちょっと数万ずつ課金しちゃって、ね、まあ、少額じゃないけどね、だいぶ、長くね、毎月が、課金してて、もう、100万以上課金してるっていう自覚がないんじゃないかなと。実際100万円以上の札束とか、ガチで目にしたら、もう、ちょっと控えようっていう感じになるんじゃないかなと。まあ、言っちゃえば、まあ、今まで数字で見てたのを、実際の現物で見れば、もうなんか、ああ、こんなに俺課金してるんだみたいな、そんな感じになるんじゃないかなっていうアドバイスをいただきましたので、なんとですね、その知り合いの投資家、マジで現金100万円、貸してくれるみたいなので、今からね、ちょっと、100万円、借りに行ってみたいなと思います。はい、じゃあ早速、ちょっとね、100万円借りに行ってきます。100万円借りてきました。すごいやべえなって話していいですか。まあ、とりあえず投資家のところまで行って、貸してあげるから取りに来てよって言われたんで、借りに行ったんですよ。駅前で、裸で100万円渡されたんですよ。バカじゃねえのって思って。いや、僕なんか帰り、ちょっと行きつけのゆうちょ銀行行って封筒もらってきたんですよ。バカじゃねえのって思ったし、ちょっと借りた瞬間でしかね、もう現物見てなくて、もう帰ってくる時とかもうめっちゃドキドキしながら、バッグに入れてこう思ってて、職質されたら、ほんとどうしようって思いましたよね。いや、だからちょっと今からね、見るんですけど。いきますよ。いくよ。出せよ、出してよ。いくよ。怖い。マジで、俺、人生で初めて札束を持つよ。怖い。はい。100万円でーす。怖い、100万円俺今持ってる、これ。本当にドンキのさ、100万円のメモ帳とかじゃないよね。ガチなんすけど。ガチなんすけど。なんで貸してくれたの？その投資家、2、3回しか飲んでないよ。お金の重みした方がいいよっていうので、札束貸してくれたんですけど、いや、あんたが金の重み知れよ。何これ。本当に、すげえ。やば。パラパラ漫画できんじゃん。はい。じゃあね、給料袋立つって言うじゃないですか。本当に立つのかちょっとやってみましょう。ちょっと平らなとこ。
床だとあれだ。あ、ちょうどいい。デストーズの横にちょっと並べてみましょう。あ、本当だ。立ちました。見てこれ。サッサは立っております。うわ、確かにこうやって見ちゃうと、あ、俺こんな課金したんだって、なりますね、これ。本当に。精神的ショック、本当でかい。これ、ピンタしたら痛いのかな？あ、なるほど。気持ちいいっす。あ、これ、センス上に広げたら涼しいのかな？人の金で遊んでるけど。あ、確かに涼しい。すごい、金持ちになった気分。まあ、人の金なんだけどね、これ。はい、じゃあね、いや、ちょっとやらしい絵になってますがね。まあ、一応本当にこれ、借り物なんですけども。その投資家の人に言われたのが、じゃあもう100万円片手に、で、暗くの画面開いて、これ本当に、100万円の価値があったのかどうか、自分にね、こう問いただすみたいな、そんな感じでやればね、ちょっとね、こう、あ、こんなに課金しちゃったんだ、ちょっともうこれが課金控えようってなるんじゃねえかな、みたいな、そういったアドバイスいただいたので、ちょっとね、これでクラクラ開いてみたいなと思います。さあ、これが私、ケイスケの現在の村で、ちょっとね、障害物全然取り除いてねえな。取り除いてないんだけど、はい、タウンホール12施設カンストとなっております。で、大工の拠点、そうですね、ほとんど9割ぐらいがね、本赤に対してね、課金してるんですよ。で、まあビルダーホール8もね、ほぼカンストですね。あとはトラップぐらいなんだけど、ちょっとトラップちょっと着工していくか。あー、なるほどね。確かにそう考えると、これに100万円の価値があったのかどうか、それ考えると確かにメンタルきますね。ほんと100万円払ってよかったのみたいな、そういう感じには確かになる。確かに。だって俺のクラメン無課金でタウンホール12になってる人いるんで、ね、ショウヤさんという無課金プレイヤー、いるんだけど、あ、でもまあまあまあ、まあね、100万以上払って今のね、視聴者様とか、あとにクラメンに出会えたって思えば、まあ、それだけの価値はあったんじゃないかなと。あと、ウェルプレイドリーグの実況ね、解説もやりますし、ね、じゃあね、せっかくなんで100万円片手にね、こう、マルチ攻めてみるっていうね、そういうね、映像も撮ってみたいなと思います。何この映像、本邦初公開よ。本当に。100万円片手に攻めるって、なかなかないからね。編成がまだできてないんで、じゃあ、エメポチしていきますか。エメポチしてって、で、攻めていきたいなと思います。で、行きましょう、レッツゴー。いや、ほんともう100万円って、これだけのね、額をさ、貯金するのに、稼ぐのに、ね、何ヶ月もかかるよ。行っちゃうと。貯金するのに。貯金するのも大変じゃん、100万円って。すいませんね、ちょっと投資家の方、ちょっと雑に扱っちゃって。まあ、好きに使っていいよって言われたんで、全然汚してもいいよって言われたんですけど、まあ、汚しはしないけど、さすがに。1、2枚くすねても、バレねえんじゃねえ。お、ほんと100万あるのか、これ。ほんと100万ある。ちょっと数えてみよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2、4、6、7、2、3、5、7、8、9、10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 、
俺みたいな PS だったら、俺ぐらいの PS だったら100万円ぐらい課金しないと全開取れないですから。全開取れない。 100万円の価値はあった、100万円の価値はあったと思う。いや待って、そう言ったら課金やめる気ないみたいな人になる。いやでもいけいけいけ。で最後によしよしよ、全開取ってよっしゃいちょーしゃー、どうだ。いや人類初100万円片手に全開取りましたよ。あ、もしもし、お疲れ様でーす。はい、お疲れ様でーす。はい、今回は本当にありがとうございました。いつ頃返せばいいでしょうか。え、いいんすか。はい、はい、はい。え、本当っすか、マジっすか。え、いい、え